Find the button. ボタンを見つけろ。はい、というわけで今回は Find the button というね、ボタンを見つけるワールドを遊んでいきます。で、まあ説明文英語なんですけども、でこの目的は単純明快で、ボタンを見つけるんですよ。このサムネイル見るとわかるんだけど、こういろんなところにボタンがあって、でこのボタンをプッシュするとまた次のステージで進めるって感じかな。で全部で20ステージあって、これ全てクリアしちゃおうかな。というわけでやっていきましょう。プライベートルーム、こういうの久しぶりにやるね。謎解き系頑張ります。お、来た。ウェルカム、ウェルカムって書いてある。ありがとうございます。ウェルカムされてる。でセーブポイントもあるんだ。めっちゃ優しいじゃん。え、てかすごくね。ちょっとこれすごいワールドかもしれない。こんにちは。ファインドザボタン。なるほど。なんか説明これゼペットの公式の人いる。これ奥は何？プッシュザボタン。ん？プッシュザボタン。あ、ボタンを押せって言ってんのか。え、でもなんかさ、ボタン2つない？これどっちでもいいのかな。ちょっとこっち、とりあえずファインドザボタン、こっちを押してみようか。押します。あ、押せない。まずボタンを見つけて、そしてこのボタンを押すと次のステージに進めるっていう説明っていうかチュートリアルかな。いきます。お待ちください。セーブポイントに移動する？はい。え？おお、進んでる。違う、さっきと違うマップっていうかエリアになってるね。じゃあこの矢印に続いていこう。ステージ1。やばいね、このマップクオリティ高いぞ。えい！ステージ1入ります。おお、すげえ。いや、もうガチのなんかマップじゃん。このなんかおじいさんが住んでそうな部屋からボタンを見つけるんだな。まあステージ1だからそんな難しくないんじゃないかな。ここか。でもさ、ボタンって多分そんななんか大きいからさ、ボタンのなんか台とかあるし簡単なんじゃ。あー、これもしかしてすり抜けとかある。なりそう、このマップ。え、てかさ、え部屋ちっちゃくね。部屋ちっちゃいのにねえぞ。ここらへんか。あ、なんかこの棚の上怪しくね。おら、ここは、おお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 、ここっぽくね。なんか細道がある。おおお、全然関係、全然関係なかったわ。え、ボタンどこだ。なんかもっと隠れてんのかな、この奥とか。やばい、結構むずい。第一ステージから結構むずいぞ。この裏は、あ、この裏ありそう。ないんかい。あ、待って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 、この裏はこういう細道にね、なんかある気がする。おおおおお、いけいけね。え、マジむずい。あ、待って、 あったかも。あ、これじゃね。いや、ちっせー。あ、見て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 、ボタンマジちっちゃいじゃんこれこのマップむずいぞ。いきます。ステージ2かな。こっちか。来た。ん？コレクション。あ、見て、第一ステージクリアしましたよっていう証拠だ。すご、このマップやばいな。ステージ2行こう。めっちゃ面白い。すげえ、めっちゃ幻想的。語彙力がないんだよ。あれあれちょっと速攻見つけちゃったんだけど、ちょっとだけ観光していい？このマップ頑張ってるよ、だいぶ。あ、でも結構ちっちゃかったね。でもこの大きさなら全然見つかる。いや、今回ステージ2優しかったね。次行きます。さあステージ3、次はどんなマップかな。もうこの上に降りる前に予想しよう。ちょっと見て。あー、これはね、カエルが住んでる池かな。行きます。来い。お、当たってんじゃね。あー、惜しい。なんかお墓、お墓の沼だわ。あんま惜しくないかもでもなんか池っていうのは合ってたね。さあこの中にボタンあるかな。皆さんも探してみてね。ボタン、ボタンちっちゃいんだよな、ボタン。 RIP。 これ俺予想していい？このお墓の裏にある。どうだ。ねえ、お墓の裏ありがちだと思ったんだけどな。この下は、え、どこだろう。全然見つからん。ん？これ思ったんだけど、こっちじゃない？この石っていうか登ってって、この木の裏とかどうです。あ、ありました。さあステージ3クリア。あ、すごい、見て、ほら、コレクションがどんどん増えてる。第一がなんか本屋じゃないけど、こう本がいっぱいあったから本のマークがついてて、二つ目がなんか幻想的な葉っぱがあって、で三つ目、これなんだ、お墓か。すげえ、ちゃんとお部屋のモチーフが飾られてく。最終が20、待って、20ステージじゃなくて24じゃん。
2時4ステージありますね。ステージ4行っていこう。さあ頑張るぞ。もしかしてこれあんま長くなりそうだったら前編後編で分かれるかもしれん。さあ虹があるね。え、なんかアスレチック風で普通に楽しいけど、楽しんでるだけじゃ終われないのがこのゲームなんだよな。ボタンどこですか。ボタンなんかさ、実はこう裏にあるみたいな、ないか。これ普通にゴールしたらあるんじゃない。ああ、こういうパターンもあるのね。ありがとうございます。次このコレクションなんだろう。虹のブロックかな。見てみよう。あ、やっぱ虹のブロックだね。かわいい。さあ次ステージ5か。いきまーす。わ、なんかドラえもんみたいな。いや、全然ドラえもんじゃなかった。またアスレチック？なんか難易度が高くなったみたいな感じか。いくぜ。いやー、これなんか単純に探すだけじゃなくて、アスレチックも遊ばせてくれるの嬉しいね。さあ虹。でもこれもなんか虹っぽいけど、さっきと被ってね。さあ登ってって。全然簡単だぞ。はい。あ、ゴール。なにこれ？ん？ファーストキューブ。あー、なるほど。すげー。これファーストキューブって一番最初のキューブに隠されてるってことじゃない？ここ。このキューブにボタンがあったわ。なんだこのゲーム。面白。案件動画みたいによいしょするけど面白このゲーム。あ、クッキーだ。かわいい。うわー、そういう、うわー、やられた。あ、すごい。今度なんか暗闇だね。これはなんだ？登っていくのか、それともこのドアをすり抜けられるとか。あ、全然関係なさそうだね。じゃあこの一定時間で消えるブロックを登っていかなきゃいけないのかな。よし、頑張るぞ。よいしょ。よいしょ。でもそんな難しくないからね。よいしょ。え？あ、上がれるんだ。なるほど。これどんどん上がって、このボタンを探してけってことかな。探しましょうかね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。来た。この3つ目。あ !3 段目にありました、ボタン。これステージいくつ ?7 かな、次。さあ、ここは、あー、ドアか、やっぱり。かわいい。なんか、どんどんさ、自分のコレクションが増えていく感じですごい嬉しいね。さあ、次、ステージ7。ラッキー7は？お、なんだこれ。ん？エクスペリエンサー。あ、ここに。あ、でも、ボタンじゃないな。この電話何？ん？謎が深まるばかり。これで、え、ボタンどこだろう？なんかこれ、このマップも、引っ掛けありそうだな。登ってくとか？いや、違うな。え、電話って何？なんか上登れそうなんだよな。え、てかボタンない？え、ボタンあんじゃん。おい。普通にボタンあるやんけ。ポチッ。今のマップ何だったんだろう？ちょっと解説欲しいな。電話。かわいい電話。なんかフィギュアが増えてくみたいで嬉しいんだよな。さっきも言ったけど。さあ、ステージ8。おお、いいね、青。でも、なんかモチーフがわからんぞ、全然。これは何のマップなんだろう。あ、泳いでる泳いでる。楽しい。ん？あ、ここ行けね。この、もうすぐ目の前にボタンがあるのに。え、どうやって行くんだろう。なるほど。これも謎解きっていうか。あ、違う、これさ。アスレチックだわ。こうやって、よいしょ、落ちないように、行くって感じか。いやー、楽しい。アスレチックも困れるのが楽しいね。さあ、今度のフィギュアは、なんだこれ、柱かな。次が、ステージ9。行ってきまーす。お、なんだこれ、マグマ？スピードハントアヘッド。なんだそれ。ん？これも、え、これ何？これどういう、モチーフっていうかテーマのマップなんだ。あ、ボタンあった。こんなとこにボタンあって次元爆弾みたいでやだな。でもここ今のおしゃれだったな。さあ次。ステージ10じゃない？おー、もうサクサクよ。サクサクプレイよ。ステージ10。来たぜ。またなんか柱みたいなステージだな。そうそうそう。遊んでいきましょう。ボタン探すのがね、これ。ボタンボタン。ゆっくり探していこう。この柱の上とかありそうじゃない？ないか。柱の裏とかは。ボタン。ボタン。もうボタンを探す中毒になってしまってる。あった！これよく見つけたね、俺。行ってきます。さあ、ステージ10クリア。今のも柱っぽいかな。あ、花か。さあ、ステージ11。あ、なんか、お部屋じゃない？ここに来てお部屋系のエリアが来た。わあ、これもなんか探すのめんどくさそう。頑張ろう。よいしょ。あ、違うな。どこだ？椅子の裏。
あー椅子の裏ないか。ここえ、これ開きそうじゃね。あ、いた。絶対ここ。やーいやーい。いいよ。なんかだんだん慣れてきた感も出てきたね。さあ、ステージ12。おーおー、お菓子。飯テロだ。いや、最近やっぱね、バレンタインとかあったから、こう、チョコとかさ、お菓子とか空気があってニキビができちゃうよね。まあ、私もらってないんですけど。さあ、どこだ？ここは。これもやっぱね、奥の方にありがちなのでは？ないか。このちっちゃい、うん。ないか。どこだろう？この、なんかお菓子の裏とか？あ、中じゃない？この家の中。ここ！あ、ないわ。意外とむずい。ん？なんかさ、赤、こういうさ、ピンク色の、うえ？あんだよ。さくらんぼじゃん。ボタンに見えたわ。これ上とかありそう。ないか。難しい。この上ありそうじゃない？この、棒を乗ってって、難しい。来た！棒を乗っかって一番上に？あったー！察しがいい、テキト君。さあ、次が、ステージ13かな。いや、だいぶ来てるね。やっていきましょう。お、かわいい。なんか展示っていうか、博物館みたいだね。これも予想していきたいな。こいつ一番でかいから、この子に、これボタン？これボタンじゃない？なんかアイスのコーンみたいでできてるね。なんか一発殴ったらボロボロに壊れそう。これこっちか。おっと。すげえ。俺すげえ。この短時間で見つける俺すげえ。ステージ14やっていこう。あるやん。ここじゃない？うわ、いけね。なるほど。これ謎解きかな？それアスレチックか。なるほど。今登れなかった。うわー、すり抜けだ。引っかかった。ってことはこっちか。なるほどな。騙された。よいしょ。ほっ！来たー！楽しい。なんか、スパイっていうかさ、展示品を盗みに来たルパン三世みたいな気分になるね。なんか泥棒みたいな格好で来ればよかったな。さあ、ステージ15かな。結構もう半分ぐらいいってる？さあ、やっていきますか。えい！ステージ15。すげえ、マグマ。なんかクッパのさ、ラスボスステージみたいでいいね。今回これで終わるか。次回に続く感じでもいいな。長くなりそうだから。さあ、どこだ？クッパ。あ、クッパじゃねえ。マックじゃねえ。なんだっけ。マリオでもなく、ボタンね。ボタン探してます。ボタンどこだ？やっぱ、このね、マグマステージ難易度高いんじゃないかな。あ、これ上あるじゃん。はい。やっぱ名探偵適当なんでね、何でも見抜きます。あれ？泣くね？あれ？あれ？これただ登れるだけか。なんだよ。あ、こっちはこっち。あ、待って、ボタン見えた。来ました。ボタン見っけ。ポチッ。ほい。来た。さあ、コレクションが、あ、だいぶ増えたね。ちょっと見学していこうか。4、5、6、7、8、9。で、この花まで見たんだよね。んで、この一番左下の真ん中の列の、このドアみたいなやつが、なんか押し出してバコンって削ってボタンあったやつで、この次が、飯テロか、飯テロじゃねえ。なんかスイーツ、ドーナツとかあったやつで、次が博物館。で、次なんだっけこれ。これあれか、ルパン三世みたいなやつか。で、12最後が、溶岩のクッパのラスボスみたいなステージだね。さあ、一旦ここで終わろうかな。よければね、後編も、すぐプレイしていきますので、チャンネル登録、そしてこの動画がいいなと思ったら高評価ボタン、良くないなと思ったら低評価ボタンをね、押してください。